どうも、マシブナゴです。皆さん、僕ってクロノド好きじゃないですか。それって今どうでもいいんですけども、いや、どうでもよくないんですけども、今回はですね、僕の大好きなアニメ、クロノドというね、まあ恋愛家族バラエティ番組、すごい神アニメなんですけど、神だけに噛む。てか、クロノドに関しては、ほんまに俺何週も見てるんですけども、毎回同じところで泣いて、感動しすぎて、その後しばらく見終わった後引きずるみたいなことがあるんですよ。皆さんも多分感動する映画とかを見終わった後に、しばらくなんか放心状態になるじゃないですか。あの感じなんですよ。そこで気になったのが、クロノド見た後、クロノド、もう見たくねえな。クロノド見た後に、テンションを 100% に持ってけるやつマジでいない説。これが2019年下半期で一番言いたかった企画なんですけども、被験者の皆様には、クロノドアフターストーリーっていうね、2期の、まあ、一番僕が感動するなと思うところ、ちょっとネタバレごめんよって方は、僕と友達になった後にチャンネル登録をして、ブラウザバックして、また見た後にこれを見てください。はい、ということで、主人公のトモヤが娘とね、再び生活を共にしようと決意するようなシーンがあるんですけども、そこのね、その辺のあたりのね、3話ぐらいを見てもらいますと。で、それを完全に見終わった後、見終わった瞬間に、Come on baby America! ってやってもらいます。まあ、要はですね、クロノドという感動するようなアニメを見た瞬間にテンションを 100% にできるかというね、究極の切り替えオンオフ実験でございます。というわけで、Make it possible with 後ろーくー泣かないように頑張ります。うわ、緊張する。ちょっと泣きそう。まあ、クロノドって一応家族っていう意味なんですけども、なんかいろいろね、やっぱこう、いろいろこう、ヒーローと、ヒーロー、ヒロインね、それぞれ、こう、背負うものがあって、被験者一人目、花尾から、いきます。はい、とりあえずね、早くも16話でね、僕はちょっと、ぐるっと来てしまったんですけども、テンション的にはですね、汚れが表面上に出てきてる感じですね。温泉使った感じと一緒ですね、なんか。はい、ということで、続きをね、見ていきたいと思います。無理やろ、無理だろ、カモンベイビーアメリカ、ズレズレズレラン、ウィズレアメリカ、ウィズレズレルズレ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 、というわけで、こんな感じですね。ありがとうございました。はい、ということで、本当に僕が見てきたアニメって有名どころというか、遊戯王とか、まあ、学校で絶対流行ってるみたいな、要はアニメ好きの人が好きなアニメっていうのにあんまり通ってこなかったんですよ。だからこういうアニメをね、まあ、今見てどうなるかって自分でも楽しみです。それでは、16話、レッツゴー。はい、というわけで、解説の花尾です。さあ、果たしてどうなんでしょうか。見ていきましょう。おーっと、こいつまた2回目の携帯いじり。作品に全然熱中しておりません。これはイエローカードじゃないでしょうか。お前は何を学んできたんだ、伝言。大人になってもそれのか、伝言。朝にやるのは洗顔。すいません、言いたすぎました。さあ、作品にようやく戻ってきました、伝言さん。少し集中が切れているんですかね。さあ、表情としてはね、16話、またいじっている、この男。
LINE を開いているのがわかります。おーっと戻ってきました。もう許せませんよ、これは。これは極悪非道の犯罪人。何うなずいてんだお前は。そんな携帯いじってるやつなんかに何がわかるんだお前と言いたいところですが、そこはぐっとこらえて先を見てみましょう。さあ電眼くん、ちょっと何その広角上がり、何どういう広角上がりそれ。そういうシーンやったっけ今。というわけで今頼む仕事なんやねんお前。だからその顔、この顔なんなん、この俺何も思ってませんけどみたいな顔。おっとこの辺で表情が少し真剣に切り替わってきたよ。おっとでも表情が明らかになんかね、ドゥーンドゥーンってなってます。ドゥーン、まるでそれは日本の梅雨ですね。今多分アニメで言うと中盤ぐらいなんで、おそらく今ね過去の回想で、おーっとちょっとこれ泣きそうなんじゃないの。顔がやはり険しい険しいが何とか耐えている。なんかもう別人の顔に見えてきましたね。なんかもう顔つきがもうなんかスポーツアスリートですもんね、これもうね。なんか相方のこういう泣きそうな顔を見るっていうのはちょっとすごいエモい気持ち、エモいというそんな生半可な言葉では表せません。これはもはやデモいとでも言いましょうか。なんか鼻息がスー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 聞こえましたね。あーっと涙を流しているのか。これは今めっちゃいいとこです。僕も泣きそうです今。もうなんなら見たことない人が途中から見ても泣けるアニメ、それがクライマックスです。さあもうクライマックスですね。最後見ていきましょう。おっともう指遊びしてるお前。悲しさをちょっと紛らわせようって指遊びをしている。ごめん電眼、ちょっとそれは面白すぎるわ。この電眼の顔1週間待ち受けにしよっかな俺っていうレベルで面白いですね。面白いじゃない、もう泣きそうになります本当に。放心状態。おっと USB が終わったようです。見終わりました。さあここからどう振る舞ってくれるのか。さあそれでは電眼さんの USB ゲームを見ていただきましょう皆さん。さあここから USB ゲームが流れてくるはずです。おっと始まった。元気だ、元気すぎる。あ、歌いはしない。すいません、歌わせるのは忘れてました。でもテンションは高い感じはしますね。でも顔に笑顔は、顔をご覧ください。おっと、ここで我に返った。放心状態が少し残っているかのようですね。いや、でも踊り自体はね、結構激しい感じで良いと思いますね。でも、見てください、表情見てください。全く楽しんでいません。この顔、この無表情、この動き。先ほどまでの踊りはどこかに行ってしまった。嘘のようなテンションの切り替え、嘘のような虚無顔。まあ、自分も同じ境遇になった時にどうするかっていうところ考えさせられた作品でございました。真面目かお前。ぬいりんです。では今から私も見ていきたいと思うんですけども、言うて泣かないと思うんですよ。でもこれはずっと花尾さんが泣けるって言ってくるんで、うん、逆にでもどうせ泣けるんでしょみたいな、ここでしょみたいな、どうせが国みたいな感じ。はい、というわけで16話ね、はい、終わったんですけど、はい、まんまとはめられました。はめられちゃいました。出産という名の人間の神秘ですからね。読書感想文言っていいですか。ああ、読書感想文ぜひお願いします。16話の家族の名前みたいなのが家の前に、あの表札でね、はいはい、あれ、あの3人書いてあったじゃないですか。あ、牛音ね、はいはい、うんうん、長女いるんだと思って、うんうん、2人目の子なんだと思って、うん、ちょっと見てたら、ああ、そこにすごいね。1話でそこに登録できるのは思ったら、そう、今から生まれてくる子っていうの名前が書いてあって、うん、あそこでそ
ダメだ、歌歌すぎる。この企画考えた花の友達絶対サイコパスやもんな。